はい、どうも皆さん、KC カップお疲れ様でした。本日はですね、私 KC カップ崩壊デッキ使ったんですよ。崩壊デッキをね、使ってまして、今回KC ファーストステージは、こちらの崩壊デッキで突破させていただきました。最強すぎ。こちらのデッキをね、ご紹介していきたいと思います。ちょっと全部崩壊使ってたわけじゃないんですけども、最初の方ね、ずっと崩壊使ってて、KC ファースト突破してから、セカンドステージちょっとだけ崩壊で走ってたんで、めっちゃ楽しいんですよ、このデッキ。まあ皆さんはね、めちゃくちゃガチデッキを使ってね、勝つことを目標にしてると思うんですけども、エンジョイ勢っていうのは、どんだけ自分の好きなデッキで、勝つことができるかっていうのを生きがいにしますんで、まあこの KC カップというね、魔境をね、私は、崩壊鳥獣バスターガンダイルと共に走ってきたんで、こちらのデッキを紹介していきたいと、思います。まあいくつかデッキ使ったんでね、またいくつかデッキを紹介していく動画になると思うんですけども、またこれ以降の動画ね、何本か、今回はこの崩壊というデッキ、 KC ファーストステージ突破した様子も後ろの方に実践動画としてつけてますんで、よかったら見てください。今日はこのダーククロードさんっていうディスコードのねメンバーの方がいらっしゃいまして、ディスコードに入ってくださってる方がいらっしゃいまして、ダーククロードさんが、貼ってくださった構築を参考にさせていただいて、作ったデッキとなっておりますね。で、まあ、ほとんどあんまり変わってないんだけども、デッキレシピ。これがね、かなり強かったですね、使ってて。サイバネティック、フュージョンサポート。これ、なんでこれ入ってるかっていうと、ライフポイントを半分払えるんですよ。で、半分払うと、何がいいことがあるかっていう話なんですけども、この、崩壊ゴーゼっていうカードですね。これ自分のライフポイントが相手より2000以上少ない時じゃないと使えないっていう効果がありまして、これ使えるとめちゃくちゃ強いんですよ、2番の効果。墓地のこのカードを除外して、自分の手札、デッキ、墓地から、崩壊インビジャムを、選んで特殊召喚する。さらに、相手フィールドにのみ、モンスターが存在する状態。まあ、サイドラ条件ってやつですね。あれで、発動した場合は、さらに崩壊インビジャムを2体まで選んで特殊召喚できる。つまり、相手のフィールド上にのみモンスターがいて、自分のライフが2000以上少なかったら、ビジャムが3体出せるんですよ。これスキルでね、崩壊インっていうスキルがありまして、これはビジャムが3枚追加されるよっていうスキルなんですけども、これで、ビジャムを3体展開していくと。で、ビジャムっていうのはどういうカードかっていうと、こいつはね、戦闘では破壊されないんですよ。で、戦闘を行ったダメージステップ、終了時に、モンスターゾーンのこのカードを永続魔法カード扱いとして自分の魔法トラップゾーンに置き、で、その相手のモンスターをアンディメンション化すると。で、アンディメンション化されたモンスターは攻撃ができないし、効果も動かされる。つまり、デモンズチェーンされるということなんですね。これね、相当強いんですよ。このビジャムで耐久して、で、バスターガンダイルを着地させ、バスターガンダイルの3003連打でぶん殴って勝つと。こういうデッキですね。で、じゃあ3000超えてるモンスターどうすんの、リュウさんと。いうことなんですけども、これは、ライトニングボルテックスで処します。ビジャムで遅延して、嵐で相手のバックを破壊して、結構ね、永続魔法とかが多いですからね。嵐で相手のバックを破壊して、で、ライトニングボルテックスで前も破壊して、3003連打をぶっ込んでいくっていうね。そういうデッキですよ。めちゃくちゃ強いです。あと相手が効果しんないから意外とテキスト読んでなくてすげえ初見殺しできるっていう、これがねめちゃくちゃ強い点ですね、このデッキの。早速ね、崩壊、魂の崩壊デッキぶん回したり様子をご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、天井カイト、天井カイト、天井カイト、あ、勝ったら勝ったらラップだ。来た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 ぞ。え、来たのか。君など我らブラナの敵ではないと。デュエルモード。これは僕の敵ではない。とりあえずちょっと一回崩壊ダーマ発動。永続魔法崩壊ダーマ。いや、崩壊ダーマ効果。これちょっとデューザはマジで一回デューザ一回ちょっと残しておきたいですね、これ。あ、やばいカード来た。やばいカード来た。待ってくれ。デューザ召喚。で、崩壊、流星崩壊機、デューザの効果発動。デューザの効果によって崩壊ゴーゼを墓地に送る。そしてカードを1枚セット。これで俺はターンを終了するで。よし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 、配信終われるぞ。配信一瞬で終わらしちゃうからな、マジで。1時間もせんと配信終わらしちゃうからな。してフォトンアドバンスはいいだろ。フォトンアドバンスはいい。これ見ながら下式ブラマジでセカンド走り始めます。 OK、ボトンバリッシャー、いいだろう。
敵からギャラクシーいいだろう。そんなことは読んでいたぜ。いいだろう。全く問題はねえぜ。だからちょっとバニッシャーってほしいな。バニッシャーはあれだったら戦闘で破壊したモンスターがなんか除外されるみたいな。まあただビジャムは戦闘でも破壊されないけどな。破滅のボトンストリームはいい。カードを伏せる。カードを伏せる。やばい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 。これ勝てんのかな、これ。これ俺勝てんのかな。一応デッキ内にあのライトニングボルテックスっていう隠れ最強カード入ってるんで、もうそれでなんとかしたいみたいなとこありますけどね。バニッシャーはいいでしょう。ビジャムをなんとか維持できれば意外といけると思うんだよな。で、ギャラクションの効果はそういいだろう。ギャラクションの効果で、あ、手札から出してくるやつね。はいはい。え、これスキルってさ、銀河光線何を、あ、ファメツのフォトンスリムだよね。え、除外してこないの、除外してこないやつですか。はいはいはい。あ、フォーム、ファメツのフォトンスリムね。伏せカードかな。よし、いいぜ。破滅のフォトンストリーム、サイバルデッキフュージョンサポートの効果を発動。俺はこのカードによってライフポイントを2000にするぜ。これで俺は崩壊豪勢のライフポイントの条件は揃えた。さあ来い。ギャラクシーアイズのバトンドラゴンのギャラクシーアイズのモンスター効果。そんな効果はどうでもいいぜ。ギャラクシーアイズがバトルをするとき懺悔の用意はできて、相手の攻撃宣言時崩壊豪勢の効果発動、除外し効果を発動する。墓地から崩壊インビジャムを特殊召喚、さらにデッキから崩壊インビジャムを特殊召喚。うわうわお、いいのか。そんなことして崩壊インビジャムのモンスター効果発動。このモンスターは戦闘では破壊されない。そしててめえのモンスターはアンディムに昇華したことによってお前のモンスターは効果を発動することはできないぜ。とりあえず崩壊ダーマの効果発動。崩壊ダーマの効果によってデューザーを墓地に送り、俺はカードを1枚ドローする。よし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 。出そうかな。これってデッキからしか出せないですよね。デッキからしか出せないんで、これあんまり意味がない。いやー、これまだ行かなくてもいいんじゃないですかね。これまだ行く必要ないですかね。これ守備表示にしてエンドではこれでいいんじゃないですかね。これで一回遅延行為しますか。で、嵐引いてぶん殴りに行くみたいな感じですかね。3連打で。とりあえず崩壊ダーマの効果発動。まあ嵐2回打てばいいだけだよ。嵐を2回打てばいいだけ。ゴーゼスでカード1枚ドロー。ライトニングボルテックス来た。嵐あと1枚来たらいけるな。全く問題ない、全く問題ない。嵐来てくれたらもう嬉しい。さあ崩壊ダーマの効果によってペット来て、嵐来た、オッケー。まず嵐発動。さあ嵐の効果によって相手の伏せカードを2枚選んで破壊していく。デモンズチェーンと神の摂理、はあ、強いじゃないか。そしてカードを1枚セットし、こっちでいい。さらに嵐を発動。お前の癖カードはさらに破壊。そして手札よりライトニングボルテックスを発動。ライトニングボルテックスの効果によって手札の崩壊ダーマを墓地に送り、お前のモンスターを全て破壊させてもらう。そして俺はフィールドの崩壊モンスター3体を墓地に送り、現れろ崩壊超獣バスターガンダイル。うわそして崩壊ダーマの効果発動。崩壊ダーマの効果によって墓地の崩壊、よーし来たー、神ゲー。思った通りレベルが低い。思った通りKC カップファーストステージなんてレベルが低いぜ。俺の崩壊デッキにかかればこんなもんよ。 KC ファースト突破だー。うおーやったった、おらーおらーしょらー。
っしゃ DP0 からこっからが俺のスタートよ。いや、いいっすよ、なっても別にいいんですよ、いいんですけど、せめてダーマじゃねえや、カルマは来よう。さあ、次、連敗、負けたらやめます。次負けたらやめます。ワンチャンありますね、これ。崩壊豪勢セットしとくか、一応ビジャムこうセットしといて、カードセットしといて、カレーもセットしとくか、カードセットしとくか。さあ、ワンありますよ、これは。西岸相手にでもね、ライトニングボルテックスっていう最強カードをぶち込んで勝てるっていうことはね、証明されてますんでね。手札から、はいはい、調和ですね、いいですよ。ゴーで除外されるのに鬱陶しいけど、白切れる引けっていうだけ。お、剣士効果いいでしょう、剣士効果いいでしょう。ちょっと崩壊豪勢セットしたの、これ逆にプレミアまでありますけど、太古の白石でこの白木霊竜出てくるとかなりやばいけど、白木霊竜が手札に引いてるっていうことを俺は祈ってる。お、俺はこのドラゴンの魂によって、それやばくない？それ結構やばいね、それ結構やばいね、そのシンクロ結構やばいね。あれね、墓地効果止めてくるんだよね、あの人。あ、でも殴ってきてくれたらワンチャンあるわ。これシンクロしてスピリットで殴ってこい。よし、殴れ、守備やめろ、よし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 、殴ってこい、殴ってこい、殴ってこい、殴れ。いや、どんだけ強い、白木霊竜やめて、白木霊竜やめてください。あ、オッケー、そっちはいいです、そっちは全然いいですよ、そっちは全然いいですよ。で、ぶん殴ってきますよ。2500ダイレクトですかね、そっちか、そっちは受けよう、そっち受ける、そっち受ける。で、ぶん殴ってきた攻撃宣言時、崩壊豪勢発動、崩壊豪勢の効果によってデッキから崩壊インビジャムを特殊召喚し、強制的にバトルを行わせるぜ。そして崩壊インビジャムはダメージ計算後、お前のモンスターをアンディメンション化する。よし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 、よっしゃ、これ効果無効になったらリリースできんのか。おい、これちょっと教えてくれ。そして効果発動できんのかな。ちょっと一回やってみていいですか、自分。これどうなるんですかね、これゴーゼ、これゴーゼ発動してら、これってこれどうなるんですかね、これ無効にしてリリースとかされると、あ、いけるわ、いけた、危ねー。デッキから特殊召喚、そしてさらにモンスターを特殊召喚防止から、よし、アンディメンション化成功。オッケー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 、なんとかなった。で、それはオッケー。もうね、これで2体出しといたから意外となんとかなると思う。これでアンディメンション化でしょ。で、白切れる飛んでくる。で、これ何を除外してくるのかな。白切れ流の効果発動。ビジャムですか。あ、まあでもそれはそんなにですね。そこまで、まあ言うてそこまで困りはしない。そこまで困りはしない。カルマか、なるほど、カルマか。ボルテックス打って、ボルテックス打ち、これボルテックス打ちじゃねえか、これボルテックス打って、で、カルマ効果でデューザ持ってきて、でデューザ召喚、カルマ落とし、カルマ効果除外、バスターガンダルじゃね、これはライドニングボルテックスよ。手札から魔法発動。こうよ。さあ、いけ。ライドニングボルテックス。相手のフィールドのモンスターをすべて破壊せよ。いけ。ライドニングボルテックス。スパパ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 パ。モンスター効果発動。遅えぞ。そんな効果はもう遅え。遅えぜ。よし。そして墓地の崩壊カルマの効果発動、崩壊カルマを除外し、崩壊
流星崩壊機デューザを手札に加える。そして流星崩壊機デューザを召喚、デューザの効果発動。あれチェーンねえな。あれチェーンねえぞ。いけっか。崩壊カルマを墓地に送るぜ。そして崩壊カルマのモンスター魔法カードの効果発動。墓地の崩壊カルマを召喚。そしてデッキから崩壊鳥獣バスターガンダイルを手札に加えるぜ。そしてフィールドの崩壊モンスターを3体墓地に送り、現れろ崩壊鳥獣バスターガンダイル。うわこのモンスターはバトルフェーズ中に3回攻撃することができるぜ。ボケが何が正眼じゃ。おととい来やがれクソったれ。戦士たちの草原正騎士かな。崩壊 WCS 行くってマジですか。任せろ KCGT 余裕よ。 KCGT 余裕弱っ弱っ。どないしよう。これ何でしょうね。これ何だろうね。何かな。これサーチした方がいいかな。いやでもまだ早い気すんだよな。セットセットエンドあるんだけどね。セットセットエンド次のターン嵐さすがに打ちそうな気するんで、カレマはセットセットエンド、セットセットエンドでこれでいいんじゃないでしょうか。まあでも言うてね、崩壊構成は一応あるんで、まあ、なんとかなるかなといったところ。あモルドレッドだ。やばい。ちょっとねあでもそんなにアロンダイトは結構きついけど、言うてだね、墓地に行くからゴーゼは。はいはい、アロンダイトね、いいよ。はいはい、オッケーオッケーオッケー。カルマね。はい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 、カルマ食らっていく。でモルドレッド効果オッケー。ちょっとアンディメンション化したい感じはあるね。相手のエクシーズモンスターで破壊されて、でボールス効果、もう一回アロンダイトでこれ終わってくる感じな。まあ5で墓地行くんでワンチャン、まあ生きればなんとかなるみたいな。さあ差しムーブしていく、しっかりと。はいボールス効果、これエクシーズしてくるのかな。エクシーズしてぶん殴ってきてくれるの逆にありがてえみたいな話あるけど。はい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 、 OK、 はいはい。いやこれバスターガンダイルで分からせて、バスターガンダイルで分からせて、これ分からせて、これ天命の聖剣も来た、天命の聖剣も来た。これちょっとですね、エクシーズしてほしいみたいな。あエクシーズしてきてくれた、殴ってくれるかもしかして、殴ってくれるっていう説ある、殴ってくれる説。これだって最大3400でしょ、あの装備1000アップする装備の方あっても。これ殴ってくんないかな。ギネビアもいい、あ全然いい。殴ってくんない。来た来た来たぞ。これは光属性モンスターが破壊される場合、代わりにこのカードを破壊できる。まあいいだろう。なるほど。てか今使えばよかったな、エンドフェイズの。どうとりあえず一旦崩壊、あ違う、カリマ効果、墓地の崩壊カルマを除外、カリマ効果で、そして崩壊モンスターを手札に加える。何持ってくるかっていう話ですけど、まあデューザでいいでしょ。3回殴れば何でも倒せる。これはあれですかね、装備モンスターが戦闘を行う間とかじゃなくて、装備モンスターが効果で破壊される場合、代わりにこのカード破壊できる。大丈夫だ。だから1回2回殴って、で出てきたやつもぶん殴ればいいから、とりあえずですね、墓地の崩壊豪勢効果、さあ崩壊豪勢の効果発動。俺はデッキから崩壊員ビジャムを特殊召喚し、現れろ、そしてさらにモンスターを特殊召喚、崩壊員ビジャムを3体特殊召喚していく。はっ君を手、現れろ、はっよし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 よ
ジューザー召喚してトラップ送った方がいいか。1300と1600足したら2900。いや、ワンパンされる可能性あんのか。ないだろ。これゴーザ、ゴーザ、デュ、あー、デューザ召喚しよう。デューザ効果、さあデューザの効果によって、もちろん俺はもう一回崩壊ゴーゼを墓地に送っておくぜ。そしてバトルフェイズに行こう。行くぜバスターガンダイルの攻撃、ノーキン3連打だ。行けバスターガンダイル、天命の聖剣いいだろう。くらえもう一連打、うおー、いけ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 。こいつを破壊されたらなんか墓地のレベル4以下の聖騎士モンスターを特殊召喚できるらしい。たら出てきたモンスターもぶっ殺してやるぜ。さあ来い、いいだろう。アルトリウス、アルトリウスを特殊召喚、いいだろう。違う、モルドレットの特殊召喚、いいだろう。お、いいのか、こっち殴るぞ。おらおら、もう一回攻撃できんだよ。おら食らえ、おら、あと残りライフ400だ。ぶっ殺してやる。バスターガンダムデザインかっこいい、確かにかっけえだろ。せやねん、かっこええねんこいつ。ミライあと何枚あんの、ミライあと1枚ね。トリスタン、トリスタンもぶん殴ってやる。くらえおらよし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 、あとミライが1枚ね、あとミライが1枚で、バウンスされたとしても一応墓地にはゴーゼ落としたんで、またビジャム3回出てきますね。ワンチャンなんとかなると思う。まあ、ワンチャンそのレベル、レベル4みたいに並んでランク4が出されてバウンスっていうのが飛んできたとしても、はい、いいです。言うてゴーゼ落としてたんでなんとかなるとは思う。はいはい、騎士団はいいですよ、いいですよ。未来はそしてあれだよね、同盟カードが自分のフィールド墓地で存在しない聖騎士モンスターなんで、今出せるのそんなになんか限られてるみたいな話あるよね。出せるモンスターが意外といないっていう未来で。仕留めるぜモンスターで攻撃。あれ